やっとスポーツをするにはいい季節になってきました、はい、今日は祝日ということで元気にスポーツを楽しむ子どもたちの姿もありました。いいですね。さあ、ところで皆さん、はい、体力には自信ありますか？ありますね。自宅で簡単にできる運動能力テストを皆さんやってみませんか？何ですか？子どもたちの元気な声が響き渡る若松体育館。アメフト、ソフトボール、バレーボール、バスケットボールと体育館を4つに分けて球技が行われています。11月は北九州市がスポーツ活動を推進する北九キッズスポーツマンス。今日は小学生を対象に自分がチャレンジしたい種目を探してほしいと体験イベントが開かれました。こちらではアメフトのボールを走りながらキャッチしようとチャレンジしますが、ボールの軌道を読むのになかなか苦戦しています。普段水泳を習っているという男の子、初めてのアメフト、お見事。すごく楽しかったです。うまくパスを上げるところだった。はい、ボールです。子供たちは講師の指導一つ一つに真剣に耳を傾けます。それもそのはず、指導しているのは元日本代表などのアスリートたちなんです。ソフトボールでは元女子プロ野球選手でタレントの加藤優さんも駆けつけ、子どもたちのバッティングにアドバイスを送りました。子どもたちは有り余るエネルギーをそれぞれの球技で爆発させていました。お子さんはいっぱい汗を流したみたいですが、一方で運動とかされます？全然してない。毎日仕事ばっかりでなかなか運動ができないので。子供が元気な一方、大人は運動不足になりがち。そこでどれくらい運動不足か簡単に測定できる体力テストをご紹介。教えてくれるのは早良区藤崎の女性専用ジムガーデンズのマリコさん。今日は2種類ご用意しまして、平衡感覚を養うものと、あとは足の筋力のテストを2種類ご用意しました。テレビの前の皆さんもご一緒に。それでは椅子を用意していただきます。椅子の前に肩幅程度足を開いて、手を胸の前でクロスします。そして後ろの椅子に座って、これがスタート位置です。そして立ち上がって座ってを30秒間繰り返し、何回できるかを数えます。私の年齢が今37歳なので、24回から28回ぐらいできれば標準と言われています。なるほど。30代女性の目安はこちら、24回できれば標準レベル、それ未満なら運動不足かも。逆に30回以上できれば筋力は十分。はい、それでは行きます。よーい、スタート。ゆっくり動くのではなく、転んだりしない範囲でなるべく急いで動きます。30回とか絶対無理。ストップ。20回ですね。ちょっと20回っていうのはな、もうちょっと頑張りましょう。やばー。手をですね、腰に当てていただきます。そして両目をつむります。両目をつむったら片足、どちらの足でもいいので片足を上げていただきます。そして何秒この状態でキープできるかというテストです。35歳であれば15秒から47秒でできれば標準ですが。よーい、スタート。ちょっと待ってよ。風に吹かれてるぐらい。揺らぎすごい。ちょっと待って。ちょっと待って。今16秒です。ギリギリ。目つぶるだけで途端に不安定になりますよね。めちゃくちゃ不安定になった。筋力はもう少し頑張りましょう。平衡感覚はギリギリ標準という結果に。
ちょっとこう頑張りたいって私みたいに思った場合にはどんなことができますか？料理している間だったりとかにちょっと足を上げてみるだったり、あとは信号待ちしている時にちょっと練習してみるとか、最近ネット通販などなかなか外に出歩くことが減ってきてますよね。なので実店舗に出向くだったりとか、あとは一駅分二駅分歩いてみるとかっていうのもいいかなと思います。むずいっすね。ね、やっぱまずは今の自分を受け入れることですよね。認めたくないってとこありますけど、はい、今2つ体力テストが出ましたけれども、はい、詳しい年代別の判定は全国健康保険協会のホームページなどでチェックすることができます。はい、さあこれからは、家族で楽しみながらできる簡単な運動能力テストをやってみます。はい、用意するものはこのティッシュペーパーだけです。はい、まずちょっとお手本やってみますね。お手本、先生やってみます。はい、左足で、左手で持って、はい、落として右手で掴む。すごいというものなんですけど、ね、リハーサル3回落としました。無事に抜けました。無事に抜けました。これ敏捷性を測るもので、この敏捷性が落ちているとちょっとした段差でつまずきやすくなったりしてしまうんですね。つまずきたくない、はい、ちょっとチェックしてみましょう皆さん。はい、まず用意するものは、このティッシュペーパーを半分に切ったものですね。はい、でそれを頭上に上げます。頭上に上げる。で、はい、反対側の手の人差し指と中指でスパッと挟むんですけれども、はい、肩幅に足をちょっと開いてもらって、はい、で落とします。で自信のある方は利き手と反対でやっても大丈夫です。はい、じゃあ財津さんからやってみましょう。はい、行きましょう。取った場所が大事なので、そのまま止めておいてください。わかりました。はい、行きますね。どうぞ。せーの。はい、長岡さんもどうぞ。はい、おお。じゃあカイラさんと金子君も一緒に。はい、僕逆でいきます。せーの。金子さん取れなかった気がする。取れなかった。ですね、取った位置が肩よりも高かったら、年代、体年齢は20代、そして肩より下だったら30代から40代、つかめなかったら体年齢が50代以上ということになります。はい、一旦このスタジオは何なの？もう動いていいですよ。金子さん20代じゃないですか。金子さんね、引っかかっちゃったかなって。いやでも顔でキャッチしましたけどね。お父さんは40代から40代かもしれない。親子でね、一緒にお父さんお母さんが落として、お子さんがキャッチとかしても面白いかもしれない。トレーニングにもなるんですね。そうなんです。なかなかその筋トレで敏捷性を上げることは難しいということなので、こういった楽しみながらね、キャッチしてね、はい、やってみてください。スポーツの秋です。